ルーキーで2桁本塁打を放った、未来の福岡ソフトバンクホークスを背負って立つであろう男の自主トレに密着。はい、どうも徳さんです。一昨日からお届けしておりますチーム牧原の自主トレ、本日は最終章。今日は並々ならぬ決意で挑む若鷹に密着。すごい決意ですね。その選手は社会人からプロ入りした福岡ソフトバンクホークス、野村勇選手。昨シーズンはルーキーながら1軍で97試合に出場。さらに10ホーマー10盗塁と持ち味の俊足強打を存分に発揮、今シーズンブレイクするかもしれない注目の選手です。そんな野村選手は昨シーズンセカンドで22試合、サードで66試合、ショートで20試合の出場でしたが、今年はどのポジションで勝負するのか聞いてみると、守りたいポジション、はい、ショート、ショートで、はい、レギュラー取りたいなと思って。そう語る野村勇選手ですが、ソフトバンクのショートといえばゴールデングラブ賞5回、ベストナイン3回獲得の今宮健太選手がいます。高い壁に挑む野村選手、まずはそのノックからご覧ください。じっと今さらっとやりましたが、野村選手の守備で最大の武器はこの強肩。ソフトバンクホークスのチームメイトもうなる、内野ではチームナンバーワンの肩だということです。ちなみにノックを受けている野村選手、やや疲れ気味なんですけれども、実はこの練習前のアップで悶絶するほど凄まじいトレーニングに取り組んでおりました。こちらの様子は動画の最後でたっぷりとご覧いただきますので、そちらも楽しみにしておいてください。それではノックに戻ります。スピード感とか社会人野球から入ってきたと思うんですけど、はい、どうでした？社会人しっかりできたら、まあまあいけるのかなって感じなんですけど、やっぱ打球とかレベル違いますよね。はい、外国人の打球僕見えなくてここ当たったんですけど、もうレベル中でした。お願いします。はい。はい。あ、大丈夫。緊張してる。いやいやいやさあ、ここからは野村選手自慢のバッティング、とにかくすごいバッティングなので、もうナレーションなしです。じっくりご覧ください。ホームラン打った後大事だから、意識が大事だから、ホームラン打った後、ヒットヒット、何今の、ね、
おわしゃ、いい打球。さあ、取られるか。ああ、取られた。え、俺のアイフォン。おい、打球。おわしゃ。おい、打球。わあ、そのカメラ。迫力あるボールだけど。絶対マシンはどこでも打てるんで。刺される自信がある。ああ、ナイスアッテ。はい。あ、超えた。いい当たり。あ、もうカメラがないっすね。なんわー、いったわー、いったどこ、どこ、よし、よっしゃ。1月の屋外、寒い時期でこの飛距離です。昨シーズン2桁本塁打を打ったポテンシャルは間違いない。続いて昨シーズン1年経験してみたお話を伺いました。ご自身で振り返って、はい、ルーキーで2桁打ったという、これに関しては率直にどうですか。持ち味は長打力とあの足だったんで、はい、まあ、初めそんな打てると思ってなかったんで、本当に意外と通用するんだなっていう驚きと、もっと上目指して頑張らないといけないなっていう思いです。去年出た課題、はい、今どんなところがあったんですか。まあ、低めの変化球の手出しまくって、うん、空振りしまくって三振しまくったんで、まあ、そこのなんか対応力というか、ツーストライクからの粘り強さだったりっていうところですかね。まあ、大きく変えるわけじゃないですけど、はい、まあ、ちょっとあとここでこう粘りがくっと出てくるように、ここでこうペターンってなるんじゃなくて、ここもう一歩グッといけるように、まあ、イメージとかそういう感じになってくるんですけど、こう空振りとかもこっちにバーンってなっちゃうんで、じゃなくてっていう、はい、そこで逃げ切れたりしたら、次またチャンスボール来て仕留めれば。そうですね、もうだからそこで幅広がってくるんで、チャンスボールも増えますし、ボール球見逃さないといけないんですけど見逃せなかった時にこれ、はい、こういう軌道でファールになればいいなっていう。バッティングにおいて社会人とプロ、はい、NPB の一軍というところでいうと、最初対応は苦しんだ感じなんですか。そうですね、やっぱりまあ球の速さが全然違うんで、もう初めはちょっと早すぎて、社会人のトップクラスが全員みたいな感じなんで、プラスその上がどんどん出てきてる、もうなんかもう初めは結構負けんように振らなっていうイメージでし、感じでした。でも結果的にある程度手応えをつかんだっていうのは、どういったところ微調整かけてったんですか。早いからってもう振り負けたくない、振り遅れたくない、もう間に合わない、間に合わないってなると、逆になんかドツボにはまるというか、遅れてくる。そうですね、こう手で操作しちゃう、どん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 悪くなってる、うん、だから早くても自分を信じて、うん、当たる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 絶対大丈夫ってこういつも通り、へえ、早いけどもう自分の方がその曲げない、曲げない、はい、絶対大丈夫だからぐらいでちゃんと当たります。へえ、手に力入れずに、もうなんていうんですか、体でダラーンとこう振った方が当たるし、捉えれるしっていうのは、まあ、なんか気づきました。へえ。だから初めちょっと逆のことしてたかな。なるほど、なるほど。野村選手、貴重なお話ありがとうございました。今年も豪快なバッティング、勝手ながら楽しみにさせていただきます。果たして今年は何本放り込むのか。ということで、3日間にわたってお届けしましたチーム牧原の自主トレ潜入。練習にも参加させていただき、とても貴重な体験ができました。ちなみに徳さん、めちゃくちゃ走りました。がっちり潜入しました。プロの自主トレって本当に汗流した程度じゃないんですよ。皆さん、チーム牧原メンバーの今季の活躍、心からお祈りしております。今回は本当にありがとうございました。おまけ、チーム牧原の恒例にじゃんけんに負けたら無限にバービーをするという地獄なメニューがあったんです。私も参加してます。最初はグー、じゃんけん、ほい、よし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 
よっしゃ、でかい、でかい、徳さん負けてほしい、最初はグッチャック、よっしゃー、うわー、次、うわー、次、次、いいよ、最初はグッチャック、ぽい、うおー、来た、来た、最初はグッチャック、ぽい、出たやっ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 た最初に買った人が10回でその後が20あとは120はい120じゃあいきましょうせーの1、2、3、4、2、2、3、4ほらラストオーケすごい素晴らしい足ついてます僕今素晴らしいマジで以上激しすぎるチーム牧原の自主トレでした。